じゃあおはようございます。今日は敬老祝福式、70歳以上が対象者ということですけれども、70歳といってもまだまだお若くてですね、引き上げなきゃいけないんじゃないかなと、じゃあ来年は関係なくなるんじゃないかとかですね、そういうこともあるので、もう70と決めたら70なんですけど、まだまだお若いですね。その昔の70と今の70全然違いますね。本当にいつか80ぐらいに引き上げるときが、なんか100歳以上の方が全国で3万人以上いらっしゃるそうですね。すごいですね。3万人ですから、はい、ですからまだまだ皆さん、先は長いです。はい、もう70過ぎたらですね、あとはもう行くだけですね。どんどんもうどんどんもう上へ行くだけです。はい、地上にあってもね、天国にあってももう10でいいですね。なんか70っていう、僕も早く70ぐらいになりたいですね。なんかね、もうどういうふうに生きても多分何も言われないんじゃないか、まあ、今でも十分自由に生きてるじゃないかって言われそうですけども、まあ、しかしですね、この年を取るということは、そういう、まあ、神様からの祝福でもありますけれども、またね、いろいろ大変なこともやっぱりあるわけですね。年を取るということは、失うことであると言われてますね。健康をやはりこの失っていく、また、友達を失っていく、あるいは社会的な地位や役割を失っていくという意味では、年を取るということはいろいろ大変なこともあります。しかし、聖書にはこの長寿というのはですね、神様からの祝福であると記されております。神様が祝されてですね、この地上に生きる命を豊かにしておられるわけでありまして、この教会に集っておられる方々はですね、年を取るということは、これはまさにこの神様からの祝福を取っていくというですね、そういう過程ではないかと思います。今日は千日に勝る恵みということで、詩編のですね、84編というところをお読みして、幸いな人とはどういう人であるかというお話をしたいと思います。幸いな人、幸せな人とはどういう人であるかということをお話ししたいと思います。聖書をお持ちの方は旧約聖書の詩編の84編を開いてください。こちらにも出しますので、ご覧いただいても結構であります。詩編の84編の1節から13節までをお読みいたします。指揮者によってミキトに合わせてコラの子の詩賛歌。万軍の主よ、あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。命の神に向かって私の身も心も叫びます。あなたの祭壇に鳥は住みかを作り、ツバメは巣をかけて雛を置いています。万軍の主、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら。セラ。いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見つけている人は。嘆きの谷を通るときも、そこを泉とするでしょう。雨も降り、祝福で覆ってくれるでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、ついにシオンで神に間に合えるでしょう。万軍の神、主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。セラ。神よ、私たちが盾とする人をご覧になり、あなたが油注がれた人を顧みてください。あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。主に逆らう者の天幕で流れるよりは、私の神の家の門口に立っているのを選びます。主は太陽、盾、神は恵み、栄光、完全な道を歩く人には主は与え、良いものを拒もうとはなさいません。万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。以上です。
大変こう読むだけでですね、嬉しくなるような本当にこう祝福に満ちた詩編ですね。最初にちょっとしたこの前書きといいますかね、説明のようなものがついておりますけれども、指揮者によってギティトに合わせて、まあ、このギティトというのはですね、この歌の種類あるいは旋律の種類と言われております。それがどういうものだったかは分かりません。ですからこれはもともと歌うものですね。今今年普通に読んでますけれども、本来これは歌にして歌われていたものであります。この詩編から生まれた歌はたくさんありますね。礼拝で歌っている歌もありますけれども、コラの子の詩というですね、コラという人が、かつておりまして、あのイスラエル人がエジプトから出てきた、あの出エジプトの時にですね、このコラという人がモーセに逆らったんですね。コラの一族が逆らって、そして、滅ぼされそうになったんですけれども、その子孫が生き残ったんです。でその生き残った子孫がコラの子たちと言われる人たちで、彼らは後でお話しますけれども、この神殿というところでですね、賛美を歌ったり、あるいは門番をしたりしておりまして、神様の恵みはいつまでも尽きることがないということを、まあ、生きる証人として彼らは証しをしておりました。そして最後に賛歌とありますから、まあ、これはお祝いの歌、賛美の歌でありますね。で、この詩にはですね、幸いである、いかに幸いなことでしょうという言葉が3回出てまいりまして、幸せな人、幸いな人とはどんな人かということが歌われておりますけれども、最初の幸いな人は5節にあります、あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるならということで、神の家に住み神を褒めたたえる人がまず幸せな人である、幸いな人であるということですね。で、神の家とあなたの家と呼ばれておりますのは、これはですね、もともとはイスラエルのエルサレムというところにありました、神殿を表しております。これは、古くはソロモンが、紀元前の1000年ぐらいに建ててですね、そして、新約聖書の時代にはヘロデ大王がそれを再建いたしまして、紀元70年ぐらいまではあのエルサレムにあったんですね。で今はあの皆さんご存知のように、あそこにイスラムの寺院が建ってますね。あの黄金のドームが建って、あれはユダヤ教の寺院だと思っている人がいます。あれはユダヤ教の寺院ではなくてイスラム教 のモスクなんですね。であそこはそのユダヤ教、またイスラム教、あるいはキリスト教にとっても、まあ、聖地と言われるところなんですけれども、今はそのユダヤ教の寺院が建っております。ですからユダヤ人はあそこに行かないんですね。観光客とイスラムの人は行くんですけれども、ユダヤ人は行きません。私もあそこに行きましたけれども、観光客で行きました。 であそこにもともとですからユダヤ人の神殿が建てたんです。でこの神殿というのは、聖書の中に記されているこの天地創造の誠の神を礼拝する場所だったんですね。しかし、この神殿がなくなってからもう2000年近く経っております。で彼らは あそこで礼拝する、あそこにもう一度神殿を建てて、この主と呼ばれる誠の神様を礼拝したいんですね、ユダヤ人は。でそれ以外のところに建てればいいじゃないかと思うんですけど、それ以外はダメなんです。許されてないんですね。あそこで建てなきゃいけない。なぜあそこに建てるかというと、あそこでユダヤ人の先祖であるアブラハムが、息子イサクを捧げたとされているんですね。そういう場所とかにこだわりがすごくあるんですね。日本人の中にいたとこありますけども、だからあの山、モレアの山と言われてますけど、あそこに建てなきゃダメだと。あれ以外のところで建てると怒られちゃうんです。ですから、ユダヤ人はあそこに建てられないからどうしてるかというと、嘆きの壁っていう、皆さんこれテレビなんかでご覧になったことありますよね、あの、お城の石垣みたいなところ、あそこに向かってお祈りしてるんです。あれ嘆きの壁に向かってお祈りしてるんじゃないんですよ。あの向こうに神殿があったんです。はい、だから早くあの向こうの山に神殿が建ちますようにということで、あの壁にごっつんごっつん頭をぶつけながらですね、いや本当に文字通り頭をこするようにしてお祈りをしております。ですからあの嘆きの壁ピカピカです。人がもうこすったりぶつけたりしますからね。聖なる場所ですから。
僕らあそこ行ってヘラヘラって怒られましてね、帽子かぶってないと怒られるんですね。ユダヤ人必ず聖なところで帽子かぶらなきゃいけない、男の人と女の人分けられてね、もうあそこで一生懸命もう朝から晩までお祈りしてます。ユダヤ人がなんとか神殿が立ちますようにって言ってですね、もうユダヤ人の悲願ですから。ところが私たちクリスチャンは別にあんなもんなくてもいいじゃないかと言ってるわけですね。なぜかというと、2000年前にそれこそエルサレムにおいて救い主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして死んでくださった。神殿で捧げていたことというのは動物を殺してですね、生贄として捧げてその罪の罪を許してもらうためにですね、動物を殺して自分の身代わりとして死んでもらったんです。牛だとか羊だとかヤギだとか鳩だとか殺してね、自分が本当は罪を犯したから死ななきゃいけないんだけども、動物を殺して神様これで許してくださいと、そうやってたところが神殿ですから。でもイエス・キリストが、神の子であるイエス・キリストがおいでくださって完全な生贄になってくださった。私たちの全ての罪をですね、罪のない神の一人子が背負って死んでくださった。だからもはや私たちは動物を捧げる必要はない、生贄を捧げる必要はない、エルサレムの雨で生贄を捧げる必要はなくなったんですね。だからもうあそこに神殿はいらない。だからクリスチャンはあそこに行きますけども、ただの物見さんで行くだけでありまして、だからユダヤ人とは全然違うんですね。ユダヤ人はあそこに神殿が欲しい、あそこに神殿が欲しい。逆に我々はユダヤ人の人に分かってほしい、本来イエス・キリストユダヤ人ですから、なぜそのイエス・キリストが本当の生贄になってくださったということをユダヤ人が信じてくれないだろうかと、私たちの方が嘆いてですね、ユダヤ人のために祈らなければならないなということを私はあそこに行った時につくづく感じました。イエス・キリストが私たちのために死んでくださって、そしてもはやある特定の場所に行かなければ神を礼拝できないということではなくなったんですね。むしろ神が私たちのうちに住んでくださるようになったと聖書は言っているんです。コリントの第一の手紙の3章16節にパウロはこう言っていますね。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。自分が、私たちが神の神殿なんだ。エルサレムに立っていた壮大な石造りの神殿の中に神がおられるのではない、私たち一人一人のうちに神が住んでくださって。ユダヤ人であったパウルにとってはですね、この言葉はものすごく勇気のいる言葉だったと思います。なぜなら神と私たちというのははるかにこの隔てられた人間の罪という大きな問題がありましたから、神に近づくことすらできない、そういう存在だわけですね。でもキリストの十字架によって、これを信じることによって全ての罪が許されて神に近づくことができるばかりではなく、神が私たちのうちに住んでくださって、このなんというか、逆転現象ですね。何とかして神様に近づきたいと思っていたユダヤ人は、だからこういう歌が残ってるわけです。神殿に行きたい、近づきたい、ちょっとでも神様のところに行きたい、でもなかなか行けない、やっと来れた、嬉しいなという歌ですから。これはでも今は違います。神様が私たちの方に来てくださって、私たちのようなものであってもこのうちに住んでいてください。神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのでした。先ほどの詩編を見ますとですね、あなたの祭壇に鳥は住処を作り、しばめは巣をかけて雛を置いています。この巡礼に来た人がですね、神殿に入りました。そこの祭壇というですね、その生贄を捧げる大きな台があったんですけど、そこに鳥が住んでる。スバメがやってきてそこに巣をかけている。いいな、鳥はいつでも来れてそこに住めて羨ましいな、そこにヒナが育っている。スバメがのヒナがね、4匹5匹と口を大きい近くかけてですね、餌をついばんで羨ましいな、俺もここに来たいな、我が子をここで育てたいなという思いでですね、この羨ましい気持ちを歌っているわけですけれどもね。でも私たちはそんなことをもう羨ましがる必要はありません。神様が私たちの家に住んでいてくださるわけですから、鳥やツバメを羨ましがる必要はないわけであります。
その神が私たちのところに住んでいてくださる。ユダヤ人たちはこの神の宮に来て神を賛美することができるならば、なんと幸いだろうと言いましたね。いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら。皆さんも同じようなことを思ってませんか。いいなあ教会は、先生いいなあ教会に住めて、ね、いつでもお祈りできるし、賛美が歌えるし、ピアノあるし、ギターあるしね、さぞかし、ここはいいところだろうと思われるかもしれません。ぜひ一日住んでみてください。今日も朝6時に電話がかかりましたね。広島駅にいる感じの人でしたけどね、電話帳を見て電話しております。教会に、行きたいんですけど、じゃあそこからかぶせに乗って、2つ目の駅が三崎ですから、ぜひ来てください。わかりました。ガチャ。ここにいらっしゃらないですから、来られなかったんでしょうけども、朝6時ですよ、僕は起きてたらいいようなもんですね、結構そういうことあるんですよ、向こうは教会だと思ってますから、こっちは生身の人間ですからね、でも神様を求めて来られる方があるということは、それは嬉しいことですけれどもね、ぜひその方のために私も来られんかなと思って祈って待ってましたけれども、またどちらか近くの教会員でもね、見つけて行っていただければかなと思ってますけれども、ここに住んでいることが神の臨在豊かであるということでは決してありません。ただの建物です。神はむしろ私たちの内におられる。私たち一人一人が移動式の神殿であります。どこに行っても神は皆さんの中に住んでおられるんです。だから神を褒めたたえること、神を賛美することはここでだけできることではないはずなんですね。どこにいても神を賛美することができる。賛美できないところがないわけです。皆さん先週どれぐらい神様を賛美されましたか。今日は久しぶりに歌ったななんて、一週間ぶりだったななんてことは方はありませんでしょうね、よもや。ああ久しぶりにお祈りしたなとかですね、そういうことはないですよね、聖書開きにくいなとかそういうことないですね。どこにでも神様を賛美する。で 神の家に住み、神を賛美できる人が幸せな人だと言ってるんですから、皆さんまさに幸せな人なんですよ。神様は私たちのうちに住んでおられて、どこでも神様を賛美することができるんですから、ね、この二千数百年前の賛美でありますけれども、この人たちから見れば私たちはなんと幸せな人でしょうか。いいなあクリスチャンの人は世界中どこ行っても神様が住んでおられて神様を賛美できる。いいなあ、ね、まさにツバメです。どこでも行ってどこでも神様のところに巣をかけてですね、神様が私たちに宿っていてくださるという幸せであります。次なる幸せはですね、6節にあります。いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、素晴らしい言葉ですね。あなたとはもちろん神様のことでありますけれども、勇気を出して広い、心に広い道を見ている。嘆きの谷を通るときもそこを泉とするでしょう。雨も降り祝福で祝って覆ってくれるでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、ついにシオンで神にまみえるでしょう。これはつまり、もともとはですね、エルサレムの神殿に向かって登ってくるこの巡礼者の気持ちを歌ったことなんですね。勇気を出してこのシオンに向かっていく、神殿に向かっていく人は、いろいろ大変なところも通るけれども、必ずシオンで、つまりエルサレムで神様にお出会いすることができますよという歌でありますけれども、私たちは神様から勇気をいただいて、そして私たちの心に広い道を持っているでありましょうか。イエス様は、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言われました。これは逆に言えばですね、神は私たちがいかに勇気がないかということをご存知なんですね。いかに気が小さいか、いかにこの一歩が踏み出せないか、いかに、じとじとしているかという神様はよくご存知であります。だから勇気を与えてくださるんですね。勇気を出しなさいってイエス・キリストおっしゃいました。神様は私たちのうちに住んでおられて、私たちに勇気を与えてくださるんです。私はすでに世に勝っていると私たちの信仰の祖であるイエス・キリストおっしゃいました。何を私たちは恐れる必要があるでしょうか。何か恐れるものがありますか。ありません。創造主である神が私たちに住んでおられ、私たちの
救い主であるイエス・キリストはこのように勝ったと言われる。もう負けそうでしょうがないみたいなね、かつてのカープのような、今年はやや頑張ってます。はい、昨日残念ながらね、最終回で負けましたけれども、負けてもなんか頑張ったなという感じのする今年のカープですね。かつては強かったんですね。6回もセ・リーグで優勝してるんですけどね。そんなこと今知りませんからね。知らないでしょ。5回戦日本一になってるんですよ。過去の栄光ですね。まあ新しい球場ができてね、ここで驚かないでください。こういう話をするために私ここにいるわけじゃないですか。でもね、神様がこの私たちに勇気を与えてくださるんです。負けるんじゃないか、ダメなんじゃないか、失敗するんじゃないか、うまくいかないんじゃないか、そういう気持ちにとらわれてませんか皆さん。そういう時こそ神様に祈る時なんですよ。勇気を与えてください。勇気を与えてください。心、神様から勇気をいただいている人はですね、心に広い道を見ているというですね、いい言葉ですね。私この言葉大好きです。心に広い道を見ている。皆さんの心にはどんな道が映ってますか。皆さんの人生、これからの人生にどんな道が映ってますか。広い道が映ってますか。狭くて暗い道がどこに行くのかわからない。最近よくね、ニュースなんかでもね、そんな話を聞きますね。この日本はこれから先どうなっていくのかわからないみたいなね、先行き真っ暗みたいな、総理大臣もコロコロ変わるし、この次の人は一体どれだけ持つんでしょうかという感じですけどね。もっと短いそうですね、選挙なんかあったりして、もう本当に白い道どころか道すらもない感じですね。でも神様を信じている者は心に広い道を持つ。皆さん、心に広い道を神様から与えていただいてください。なぜならば、この道を作ってくださるのは神ご自身だからです。主は道を作られるという歌がありますけれども、私たちが私たちの人生を道を作るわけではないんです。自分で作ろうと思ってるから変な道しかできないんです。いくら頑張ったって明日の命だけわからないものにですね、どうやなんとか真っ白な道を作ろうと思うからうまく作れないんです。今日の昼どうなるかわからないんですから。今日の昼どうなるかわからないと、今日の昼食べたものがおかしいみたいな言い方ですけど、そういう意味ではもちろんありません。そういう意味、今日のお昼はもうすでに美味しそうなご飯がね準備されておりますけれども、どうなるかわからないんですね。人間というのはね、実に愚かですね。明日の命さえわからないのにね、自分で一生懸命これからどうしようかと考えるわけじゃないですか。そういう思いを捨てなきゃならないんですよ。私たちの道を作ってくださるのは私たちをお作りになった神ご自身ですから、目を閉じた瞬間にこのまっすぐな広い道が心に浮かんでくるような、そういう信仰者になっていただきたい。振り返ってみたらいい道がついてるんですよ。違いますか。今までの道はどうでしたか。変な道だったです。違うでしょ。まあ確かにいろいろありましたよね。だからまあ、いろいろありましたけど、今日まで来てるわけですから。今日まさにこの敬老祝福式にこういうお話をするのはまさにそういうことなんですね。70年、80年、90年生きてこられた皆さん、本当にこの一番日本の激動の時代を生きてこられた皆さんですよ。辛い悲しい経験をたくさんしてこられた。でも今こうして、神様の祝福のうちに、神の恵みのうちに生きておられる。おそらく振り返られたその道はまっすぐで広い道だと思うんです。その中でこうあちこちあちこちしたかもしれませんけれども、神様は必ず皆さんお一人お一人に広い道を作りくださいます。ただ私たちは勇気を持ってその道を歩むだけなんですね。このまっすぐな道、しかし時には嘆きの谷を通る時もある、嘆きの谷を通る時もあります。そこを泉としてくださる。雨も降り祝福で覆ってくれるでしょう。イスラエルというところは乾燥地域ですから、あちらこちらにね、この砂漠というか土漠というか、そういうのがたくさんあるんですね。ですからエルサレムに行こうと思うと途中で、本当に乾燥した地域を砂漠を通らなければならないわけですけれども、でも神様の元に向かって行こうとする者にはですね、この乾いた土地も神の
潤いの土地、泉となる、そういう約束であります。この乾いた土地という嘆きの谷と訳されている言葉はですね、ヘブル語ではバカーというんです。冗談じゃないですよ、バカーというんです。本当にバカーという、ね、ヘブル語でね、バカー。英語の聖書は多分バリオバカーと書いてあります、ね、書いてない、バリオバカーと書いてあります、ね、これはもともとバルサム樹というですね、乾いたところにだけ生える木なんです。木の名前なんです、ね、だからこの木の名前からここは乾いた谷であるとか、嘆きの谷であるとか涙の谷とかいうふうに訳されてるんですね。ただ正しい訳がどういうのかっていうことよくわからないんですけれども、この嘆きの谷、バカの谷がですね、実はその祝福で覆われるという、この祝福という言葉はですね、バラカーというんですね。バカがバラカーになるというですね、本当にこれはヘブライ語のダジャレなんです。ヘブライ語っていうのは日本語と同じようにダジャレを使うんですね。バカがバラカになりますよと、ね、神の祝福によって嘆きの谷が、涙の谷が神の祝福の谷になります。そういう約束ですよ。乾いた年もあるでしょう。あ、その時こそ祈ってください。その時こそ神様に頼ってください。そこに泉が湧いてきます、ね、ちょこちょこっとポロポロっと雨が降ってなんとか上をしのいでということではありません。そこに豊かな泉が湧いてくるという祝福なんですね。乾いた土地であればあるほどそこに与えられる恵みは豊かである、この約束なんですよ。だからバカがバラカになるでしょうと、ね、覚えておいてください。そしていよいよ力を増して進み、ついにシオンで神に まみえるでしょう。確かに悲しみもある、嘆きもある。でもそこでいただいた祝福によっていよいよ力を増し加えて、年を取っていろいろ弱っていく、衰えていく、でも信仰は、その心は、魂は弱らない、ますます強くなっていく、ますます若返っていく、これですよ、気持ちは決して若返る、若返しじゃない、決して年を取りません。気持ちは決して年を取らない。いいですか、皆さん。皆さんの気持ち、年取りますか？気持ちは年取りません、岡本さん、ね。気持ちは決して年を取らないんです、ね。神は力から力へと私たちを導いてくださるんです。気持ちに年を取らせるのは人間です。私たちが、ああ、年を取ったな、ダメだな、ね、若いくせにそんなことを言ったりするわけですけれども、神は私たちに力から力へ導いてくださるんです。いかに幸いなことでしょうか。神から勇気をいただき、心に広い道を見ている人、いよいよ力を増してついに神にまみえる、やがて神様にお出会いするその瞬間まで、神の備えられた道をまっすぐに歩んでいこうではありませんか、ね、もう神様にそこでお会いすることはもう約束されてるんですから、どこに行けばいいのかなんて人生じゃないんですからね。もう思いっきり生きて、そして神様に会いに行くという、これが私たちに与えられております感謝な人生であります。そして最後の幸いな人は13節にありますが、万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。神により頼む人、主なる神により頼む人、ね、こそが幸いな人である。その少し前に今日の週報に挙げましたけれども、あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。主に逆らう者の天幕で流れるよりは、私の神の家の門口に立っているのを選びます。これはですね、巡礼に来た人がもともとはこの神様を信じない、そういう町に住んでいて、さまざまな楽しいこともある、いろんな遊興がある、でも神の宮に来てそこに一日過ごす、その神の宮で過ごす一日が本当に幸せだ、神に逆らう者の天幕というのは、そのそういう意味ですね。この、まあ、言ってみればこの社会で私たちはいろんな楽しみや喜びを与えられます。それはそれで素晴らしいことですけれども、でも神の下で過ごす一日は、その喜びが、世界の喜びが、社会の喜びが千日あるよりもはるかに素晴らしい、ね、神に、神のそばで過ごす一日、
だから私たちはこうして神様を共に礼拝するその喜びが与えられてですね、これによって本当の幸せを味わっているわけであります。まあ、この世界の与える幸せは竜宮城のようなものでありましてね、いつかは忘れ去る消え去ってしまう歌方の喜びであります。でも神が与えてくださる喜びは幸せは決してなくなるものでありません。むしろ神の家の門口に立っている方が良いと言ってますね。この神に逆らう者の天幕で流れるよりは神の家の門口に立っているこの神殿の門番に乗せた方がいい、ね、そういうような気持ちだと言っています。なぜならば主は太陽盾、神は恵み栄光、ね、スパッとしてなんかいいですね。神は太陽、神こそ私の太陽である、ね、私を照らしてくれる、私を温めてくれる、私を生かしてくれるのはこの主なる神、私の盾である、私をあらゆるものから守ってくださる、私に恵みを与え、そして私を照り輝かしてくださるこの神、完全な道を歩く人に主は与え、良いものを拒もうとはなさいません。皆さん、ね、完全な道を歩く人に主は与え、良いものを拒もうとはなさいませんと約束されているんです。私たちはこの主に備えられた道を歩むだけでいいんです。神様は私たちに必要なものを与えてくださる、主は与えと書いてある。主は良いものを拒もうとなさいません。あなたには良いものを与えたくないという神様ではないんですね。良いものを与えようとしていらっしゃるんです、ね、なのに私たちは神様くださいちょうだい、ね、もう行く前から、ね、くれたら行きます、与えられたら何とかします、ね、もう釣り竿の先に餌をぶら下げられているような感じでね、神様あなたはこう言ってくださったじゃないですか、もういただいたら私も行きますからね、選別をもらったらお土産を買ってくれるんですね、神様は私たちに勇気を与えて広い道を与えてですね、そして私たちがただそこに進んでいくならば与えてくださる、必ず必要なものを与えてくださいます。いつも申し上げておりますけどね、神様は無駄なものはくださいません、はい、私たちを堕落させるですため、ね、もらえないということはいらないものなんです、はい、もうちょっとあった方がいいといつも思ってますけども、それはいらないものです、与えられているということはもうそれで十分、良いものを拒もうとはなさいませんと書いてあるじゃないですか。良いものを必ず私たちは与えてください。イエス様もおっしゃいましたね、我が子が卵をくれという時に蛇を与える親はどこにあろうか、あなたが必要なものであるならば神は神の霊でさえ精霊でさえ与えられる、必要なものであれば神は喜んで何でも与えてくださると約束されております。万軍の主をあなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。この神様に太陽であり盾であり恵みであり栄光であり、私たちに良いものを与えることを拒まれない、神の道を歩んでいくものに必ず与えてくださるこの神様により頼む、信じてより頼んでいく、いい言葉ですね、より頼む、聖歌にもよくありますけれども、結局信仰者の姿勢というのはもうそこに尽きると思うんですね。神により頼んでいく、この教会にはこうして神により頼み、また神を賛美し、そして神から勇気をいただいて信仰の道を歩んでこられた方が大勢おられます。そして全うして天にお帰りになった方もたくさんいらっしゃいますね、もう素晴らしいお手本がありますから、皆さん何も恐れる必要はありません。神はあなたのうちにおられます。あなたと共に住んでおられるんです、どこに行っても神様の方からあなたの中にいてくださるんです。嫌だと言っても神様はあなたから離れられないんです、その神を賛美する、騙されたと思ってハレルヤ、神様を賛美する、騙されたっていうのはおかしな話ですけど、騙してませんよ、本当に神様を賛美する人は神様に祝福された人です、幸いな人です、そして勇気を持って神の示される広い道を歩んでいってください。神により頼みながら
神はあなたに必要なものを必ず与えてくださいます。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちに千日に勝る喜びを、恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。あなたと共に過ごす一日、あなたの御言葉をいただき、あなたを褒めたたえる、またあなたに祈る、この幸いは何者にも変え難いものであります。神よ、どうか、先ほども祈りましたけれども、この教会におられる長寿の皆さん、神様はますます健康を守りくださいまして、豊かに祝福してお持ちください。また私たちの教会に一人一人の者が本当に幸いな人生を歩むことができますように、神は私たちに幸せを与えようと思っておられます。計画をしておられます。いや、与えようとして待っておられます。どうか私たちがその幸いを受け取ることができるように、あなたを賛美することによってこれをいただくことができますように、勇気を持って歩み出すことを通してあなたからの幸いをいただくことができますように、そしてあなたにより頼んで行くときにあなたからの幸いをいただくことができますように、皆によってイエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アメン。ご起立ください。人高きところ。